承認喚問される、徳田九一と田要請問題とは1950年2月、ソビエト連邦のシベリア抑留から帰還した引き上げ者の一部が、自分たちの帰国が遅れたのは、日本共産党初期長であった徳田九一の要請によるものだと主張した事件。3月から4月にかけて、衆議院と参議院の各委員会で当事者が承認喚問され、 証言者が遺書を残し証言翌日に自殺したことで話題となった。徳田陽性徳田陽性事件とも呼ばれている。抑留引上げ者のグループ、日の丸提案は日本帰国後の1950年2月12日、徳田九一が引上げを妨害したとの主張を行った。その根拠となったのは抑留中、ソ連の政治将校が自分たちに対し、徳田九一が ソ連政府に対し共産主義者以外と反動の抑留者は日本に帰国させるなと要請したという趣旨の講話を行ったというものであった。この件は政府や GHQ に告発され、当時レッドパージなど共産主義者や左派の運動に対する当局の弾圧が強まる中、共産主義者攻撃の格好の材料とされ政治問題化した。徳田九一については国会で 承認喚問となり、この問題について証言させられたが、要請の存在を自ら否定した。3月16日、参議院在外同法引き上げ特別委員会は、真相究明のために特田を喚問し、特田は否定した。3月27日、事実濃厚との報告を多数で決定した。4月27日、衆議院交差特別委員会も特田を喚問した。 4月30日、実在と本会議に報告した。これに関連し抑留時、ソ連商工の講話を通訳していた哲学者、関喜春は、要請について否定も肯定もせず、商工の講話は、反動分子としてではなくて、よく準備された民主主義者として帰国するように期待しているというもので、あったという内容の手記を参議院に提出し、共産党機関し、 赤旗はこれをもって、徳田要請は否定されたとした。このため1950年4月5日に、菅は衆議院に承認関門され、要請というロシア語を期待と訳したのではないかと厳しい質問を浴び、翌日鉄道に飛び込み実殺した。菅の自殺事件は、社会的に大きな反響を呼び、木下淳二がこの事件をテーマとする議局、河津商店を書いている。 ありがとうございます。